ーシャンビューだ。ファイヤー。あ、やばい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 。深夜1時です。バッグの中身紹介します。こんにちは。マラ。ウサギです。寝そうじゃない？あの灰色。灰色。寝そうっすね。寝ました。え、めちゃくちゃ景色いいね、ここ。住む？ウーバーは来ないだろう。男気じゃんけんの。ラムバーグです。そうだ、チーノさんのおごりです。ありがとうございます。ありがとうございます。何してるの？このナス。いいね、クーラーが効いてていいね。こんにちは。暑いのか。暑いね。狭いところが好きです。本当だ、狭いところにいる。キャラメルナッツソフト。大騒ぎ。大騒ぎ。大騒ぎしてる。お風呂すごっ。あれ水風呂だ。すごいよ。あ、サウナもついてるって言ってました。え、プロジェクト？あ、ゴルフ？カラオケルーム。あ、カラオケルーム？カラオケルーム？そう、カラオケルーム。お父さん、これトラックで置いてあった。この奥は。あそこはダメなんだ。お、リビング。すげえ。オーシャンビューだ。オーシャンビューですね。すごい。すごい。シアタールームで用意してる。プール上から見える。やばくないですかここ。すごい。かかわずにこれ作れるんだと全然あり。庭も広いです。え、じゃあ脱いでもいい？冷たい。そうそうそう、ちょっとね、あのね、割と勇気がいる。冷たい。冷たい。父さん、温かいよ。ちょっと自分のペースで入るから、自分のペースで入るから。嘘をつかないでください。加藤さん、泳ぐんです。行きます。溺れてるよ。溺れてた今。最初が感じですよ。最初だけ。もう慣れてる。祈ってる。余裕で体入ってる。
水風呂になるんだよ。ああ、今年初プール。すげー、泳げる。チノさんも泳げた、ムカつく。下手いですか。テントウムシが溺れてた。いや優しい。優しい。今廊下のとこで使います。ああなるほどね。そういうこと。人はモザイクで。大はしゃぎのプール。車もモザイク。絵になるね。すごいいい場所。オープン。うまそう。ファイヤー。ファイヤー。あ、やばい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 。まず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 。いただきます。いただきます。いただきます。ウインナー。いただきます。うまっ。ちのさん最高牛タン。牛タン外れないですこれ。マジで。いただきます。どんどん減ってくる。椎茸のバター醤油焼きだ。4枚しか焼いていないので1人食べられません。え、じゃんけんで決めますか。オッケー、じゃんけんいきますか。皆さん勝ったら食え、勝った方が食えるね。勝った方が食える。全部勝ってるので。確かに今日はグー、じゃんけんほい。はい、ここでほい。よし、さすがにちゃんとせよ。じゃんけんほい。トモさんだけ食べれない。悔しいよ。ピーマン食べる。キンゴさんでかいのいいよ。一人食べれないのが一番美味しいんだから。それも調味料になるよね。うまっ。うまそう。椎茸バカみたいにうまいっすよ。悔しい。家帰ったら焼こう。おお、トロトロです。これです。はい、スモークチーズ。トロだ。おいしい。うまっ。全部出てるんですよ。うん、全部出てますけど。うまっ。ほんま。もう一個食べちゃおう。牛が潰れたみたいな。言わなかった。俺も言わなかったのにさ。だから撮ってる間言わないです。俺が撮っちゃうのに。なんかバチンってもう押し付けるよ。全然勢いをつけないとダメ。全然ダーツ成り立ってないです。いやいやいや、いきますよ。全然ダメ。全然ダメ。うぃー、夜中につまみが欲しいんで、ホタテの煮汁でやばもやしを焼いてもう。深夜1時です。この量食うんだ。いや、もやしは別にない、まあ、ないないワイン匂い。カロリーないでしょ。フグちゃんクッキン。深夜のもやしみたいな、うん、うまそう。ちょうど酒に合う感じの味の。あ、喉が乾く。うんまーだ。バッグの中身紹介します。だいぶ軽くなったよ、この軽量化作戦によって。なんだよ。いや、見てます、見てます。見てます、見てます。この旅に向けて新しく買った無印のガシガシ使う用のリュック、結構人気のやつみたい。両サイドにポケットがあるのと、あと紐が出てて、キャリーケースの上に取っ手をガチャッとこうはめられるように、キャリーケースの上で固定できるようになってるのがとってもいいと思う。
中はイヤホンだったりマスクだったりウェットティッシュだったりお薬ケースとか入ってます。こんな中はポーチ1シグナルだ。ポーチ2トモカイだ。正解。あとタオルと一泊二日なんで着替え、新しく買ったサーフェス GO っていうこんなちっちゃい10インチの Windows PC。 え、これ PC なんですか？そう、Windows パソコンなんだ。タブレットじゃなくてですか？タブレット PC っていうの。へぇ、Windows OS、ね、で、これかな、パソコンが入る口が2つ。それ一番便利なやつじゃないですか？2つあるんだけど、2個目の方の口がここと繋がってるんだよね。え、裏から取れるんですか？そう、こう、うわ、すげえ。つながってて、ここにいつも便利だ。2つあるんだけど、ここに入れてます。上でガサガサやらなくても取れるやつ。そうそうそう、ここ結構気に入ってるけど、なんかね、ちょっと擦れるとね、白い線ができちゃったりするから、爪とか引っかいたら跡になります。そう、ちょっとしたことでね、白い線がピーって入ったりする。あとはこれ、最近どのバッグにもこれつけてるんだけど、何すか、テーブルにこうやって引っ掛ける。え、便利。これカフェ入った時にテーブルの上にこんな大きいの置けないから、こうやってやって、こうやって引っ掛けとくだけ。便利。これ便利。じゃん、ポーチの中身、最近新しく買ったこのインスタ360 53っていうウェアラブルカメラ、身につけるカメラ。すげえ撮った。そう、こうやって体にピタってこれがくっつくんで、これで撮影するとかもできる。今日なんか料理の作ってる時やってました。そうそうそう、ちょっとそれはこれで撮ってた。もう一個が充電器とか入れてるポーチ。もうね、最近全部タイプ C で統一してるから、ちゃんとしたメインのケーブル1個だけで、メインのケーブル、もしかしたら使うかもしれないこの USB-A のケーブル、予備のタイプ C からタイプ C のケーブル、ピクセルウォッチの充電スタンド、タイプ C 挿してピクセルウォッチ置けばこれも充電できる。あとアンカーの、これが最近お気に入りです、 45W アンカー。これで1個あればピクセルウォッチとスマホとさっきのこのサーフェス GO も全部これ1台で充電できるんで、超軽量化できております。モバイルバッテリーは1泊2日はこのアンカーのちっちゃいやつ、これ挿すだけで充電できるやつください。間に合ってます。これでも3000円くらいだよ。え、安っ。これさ、これスマホにこうガチャって挿してさ、はい、使うんだけど、これ自体充電するときさ、これコンセント、ま、これをコンセントを挿した後、これをここに直にこれだけで充電できるっていう、同じところのパターンだ。そう、超いい。これどっちもアンカーですよね。そうそうそう、これもアンカー使ってるんで買おうかな。これいいよ、誰かの参考になればいいな。これマジでこれがいい。 700g、 お値段 10万円ちょっと、12万円くらい。でも今 iPad 買おうと思ったら2、30万かかりますね。 iPad よりか多分 Windows OS っていうのがいい、一番いいですね。これいいよ本当に。あれ使わないんですか？クロームブック。クロームブックでね、この軽さのはない。あ、じゃあもうそれ本体だ。オンリーワン。520g の Windows タブレットないもん。確かに。多分一番軽いよこれ。URL ください。サーフェス GO だよ、サーフェス GO。いやもう検索するだけで概要欄に貼っといてください。はい、概要欄に貼っときます。こんな感じで今回はみんなと旅行したり記録取ったりしてました。おしまい。すごいね、寝れない。これ寝れないだろ。黒間さんあれですよ、黒間さんトイレ一人占めですからね、1階のトイレ。寝れるのこれ？消すでしょさすがにこれ。まあまあまあ本当に。え、でもこれでも寝れるんじゃないですか。ひどい。ちょっと新しい心の罰ゲームだ。ちゃんと寝るとこあるのに。
チシの寝床です。めっちゃ綺麗、これ絶対よく寝れるよ。おやすみ。いいところでした。帰ります。